こんにちは。先日最強ボルダリンガーの僕はボルダリング7段になるべく昇格試験大会へエクソシストスパイラルウォークで行ってまいりました。そして当然のごとく出場前にお腹ゆるみなてになった僕はおトイレに寄ったところ、なんとボルダリング1級コースを登った頂上に便器があったので、シナ6級の僕はまあ全然登れるけど、ここで力を使い果たすことはぐさくなりと大会会場に舞い戻り、いざ試験開始やったるで、ほっ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 。そして気づけば生まれて2度目の天地逆転の体勢になっていたではありませんか。指がボケる。あ、雨ほーにょほーにょほーにょ、サッカー号のキリです。はい、ということで今回は指名手配において解決すべき難題、確実に事件が迷宮入りしてしまう現象、指名手配犯を逮捕できない最も大きな要因、指名手配犯が逮捕されるリスクを極めて減らす行為など、警察が全力を尽くして捜索を続けているにもかかわらず凶悪な犯罪行為に及んだ指名手配犯が逮捕されない理由を4つほどご紹介していきたいと思います。では行く。指名手配犯とは、指名手配犯とは、事件に関与したと思われる容疑者に逮捕令状が出されているにもかかわらず、逃亡などの要因で警察が容疑者の身柄を確保することが極めて困難である際に、全国の警察官に容疑者の逮捕の協力を要請する目的で行われる、指名手配を受けた容疑者のことを指します。また、全国の警察官が協力して容疑者の逮捕に当たるという指名手配の性質上、指名手配犯のほとんどは凶悪な事件を引き起こして行方をくらましており、警察によって早急に逮捕すべき必要があると判断されています。そして警察は容疑者の捜索を開始する一方で、警察だけでは犯人を逮捕することが困難だと考えられた際に、公開捜査と呼ばれる犯人や事件などの情報を公開して一般人からの情報提供を受けるといった捜査の手段を取ることがあり、私たちが普段指名手配犯をポスターで目にするのはこの公開捜査の一環にあたります。また指名手配犯のうち、エグゾディアデッキに禁止カードの強欲の壺10枚仕込むレベルの極めて凶悪な犯罪に手を染めて逃亡した指名手配犯は、警察が総力を挙げて捜査を行う必要があると判断され、重要指名手配被疑者に指定され、情報が指名手配のポスターに掲載されるようになります。ちなみに警察は2019年10月から11月の2ヶ月間で343人の指名手配犯を逮捕したと発表しており、指名手配を行うことは逃亡した容疑者の逮捕につながると考えられています。その一方で、警察が2ヶ月の間に逮捕した343人の指名手配犯の内訳は、逃亡期間が6ヶ月未満の容疑者が 90% に及び、残りのほとんども逃亡期間が3年未満となっており、5年以上の長期的な逃亡期間を有していた容疑者は、僕と有料で遊んでくれるお友達と同人数のわずか2人しかいませんでした。そして指名手配のポスターに掲載されるような凶悪な犯罪に及んだ容疑者たちも同様に逃亡期間が長く、全国で捜査が行われているにもかかわらず逮捕されることがないのですが、これには複数の原因が関係しているので、一旦休憩を挟んで乳酸を流しつつ引き続きご視聴ください。写真との乖離。写真との乖離とは、指名手配が行われた際に用いられる容疑者の写真と実際の容疑者の容姿がかけ離れていることで生まれる指名手配犯を逮捕することができない理由の一つです。このような容疑者の実際の容姿と指名手配の際に使用される写真が異なってしまう要因の一つとして、指名手配犯に使われている写真の精度が酒飲みながらマイクラで制作したアンパンマンくらい低いことが挙げられます。例えば指名手配犯の個人情報が判明していない際には、使用する写真を防犯カメラに映し出された容疑者の画像を切り取って用いたり、目撃証言などから得た情報で似顔絵を作成したりして公開捜査を行います。ですがその際に用いられる画像が荒くて顔の判別がつかなかったり、似顔絵と実際の容疑者の容姿が異なっていたりと、使用される写真の精度が低いことで容疑者の発見につながりにくいと言われています。さらに2つ目の要因として指名手配に使用されている写真が古いことが挙げられます。特に指名手配のポスターに掲載されているような容疑者たちの逃亡期間は長く、指名手配に使用されている写真も事件当時のものであるため、まるで稲田からブリへの進化のように現在の容疑者の容姿とかけ離れているケースが存在しています。その一方で警察の捜査技術は常に進歩し続けており、逃亡した容疑者の当時の写真から現在の容疑者の容姿を予測する技術もあるため、この技術が発展していく過程で指名手配に用いられる写真
シンが古いことで発生する問題は、現在日本を震撼させている Tinder のプロフ写真詐欺問題と合わせていずれ避けられるようになると考えられています。そして3つ目の要因として、容疑者が全国の警察の捜査から逃れるために意図的に自身の容姿を変化させていることが挙げられます。極めて凶悪な犯罪に及んで逃走した容疑者の中には、無免許で他人に美容整形を施す闇医者などに金銭を支払って整形することで指名手配されている写真と全く異なる容姿になる者もいます。また美学の知識が過ぎた原白並みに豊富な容疑者であれば、自身でほくろを切り落としたり、唇をハサミで切って切除したり、裁縫道具で顔を縫って整形したりといった事例も存在しており、これらの要因から指名手配犯の写真と実際の容疑者の容姿の乖離が発生することで、指名手配犯の逮捕が俊足履きのサニブラウン選手にロンダートで勝つくらい困難になると言われています。容疑者の死亡。容疑者の死亡とは、指名手配犯が逃亡によるストレスで精神を病んで自決したり、不慮の事故に巻き込まれたりと、何らかの原因によってすでに死亡している状態を指し、警察が捜査を行っても指名手配犯を発見できない理由の一つだと言われています。現在、日本国内で発見される身元不明遺体は年間で2万体にも及び、解剖などにより身元の調査を行ったとしても、発見された遺体の損傷が激しいことなどから、120から130体の遺体の身元は特定することができていません。そして、この身元を特定できなかった遺体の中に、逃亡中の指名手配犯の遺体があった場合、警察は事件の容疑者がすでにこの世にいないという事実を把握することができないため、指名手配が解除されることはなく、当然逮捕にも至らないため、コナンの半沢さんは永久に逮捕不可能だということです。実際に日本でも放火殺人で指名手配されていたとある男が病気で死亡すると、その男をかくまっていた女性は容疑者の名前を知らなかったため、葬儀屋に伝えることができず、女性の態度を不審に思った葬儀屋が警察に通報したことで事件が発覚した事例があります。このように指名手配犯が逃亡した先で死亡してしまうことで、おじいちゃんの保険証見つからない事件と同様、事件が迷宮入りするケースが存在すると言われています。海外への逃亡。海外への逃亡とは、指名手配犯が日本を離れて海外に逃亡することを指し、日本の警察が指名手配犯を逮捕することができない最も大きな要因の一つだと考えられています。もし指名手配犯が空港に訪れた場合、空港内で身分を照会されてすぐに逮捕されるのですが、犯行が発覚する前や指名手配が行われる前に空港を利用することで国外に逃亡し、犯人は改めてコシヒカリの美味しさを再確認すると言われています。ちなみにほとんどの国と日本の間には、犯罪に及んだ指名手配犯を見つけても日本の警察に引き渡す義務がないことから、海外に逃亡した指名手配犯の捜査協力を依頼することが難しい現状があります。実際に2009年に殺人事件を引き起こした男がタイに逃亡したことで国際指名手配犯に指定されるのですが、タイには日本の暴力団が潜伏しており、警察の捜査が行いにくいという性質もあってか、その男は現在も逮捕されていません。また日本が国外に逃亡した容疑者の引き渡しに関する国際条約である犯罪人引き渡し条約を締結しているのは韓国のみであり、容疑者の国外への逃亡は全身オイル漬けカポエラ使いを抱きしめることと同様、未だに最も捕まえるのが困難になる方法の一つだと知られています。その一方で、近年では自国の体裁を取り繕うために捜査に協力する国も増えており、容疑者の海外逃亡への対策が改善されつつあるといった側面もあります。協力者の存在。協力者の存在とは、所在を世間に隠している指名手配犯の身内や恋人が容疑者をかくまい、警察からの逃亡を支援することを指します。指名手配犯が逃亡を続けるのが困難な理由として、指名手配を受けた状態では容疑者は身分の証明ができないため、働いて金銭を得たり住居を入手するのが困難であるといった要因が挙げられます。ですが、もし指名手配犯の逃亡を支援する協力者がいた場合、指名手配犯の衣類や食料やチャオなど協力者が揃えることができるため、指名手配犯の生活が保障されるだけでなく、指名手配犯が外出する回数を減らせることで、一般人や警察から目撃されなくなるといった面からも、容疑者が逮捕される可能性は少なくなると考えられています。また指名手配犯の多くは身分を隠すために偽名を用いていることから、容疑者をかくまっているという事実を知らずに指名手配犯の逃亡に協力してしまう者も存在しています。このように指名手配犯をかくまっ
て犯罪に協力してしまうことを防ぐためにも、近年は SNS の普及により素性の知らない人同士で接触したりデュエルする機会が増えていますが、身分証の提示を拒んだり不審な言動が見られたりする人物を自宅に住まわせる行為は避けるべきだと言われています。また指名手配犯らしき人物だと少しでも感じた際には、指名手配犯を逮捕する確率を上げるため、すぐに近辺の警察署を訪れたり警察に通報して確認したり、こだわりスカーフを装備した上でキノコの報酬を使うことが重要となっています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て俺に任せろとかっこよく思った、社会的に失うものが何一つない最強の人類小道寺とニートの方々は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者ですが、ツイッターの質問を答えていきます。芸人さんにとって一番怖い病気は何ですか？ということで、ありがとうございます。僕は、なんですかね、あれですかね、なんでしたっけ、股間からトゲトゲの石が出てくる病気あると思うんですけど、それ、恐れてますね。そうですね、いつかなっちゃうんじゃないかっていう、なんか、どういう原因でなるかもちょっとよくわかってないんですけど、いつかなるような、なんか予感がしてますね。怖いです。